金曜日、いよいよ紅白戦が始まったホークスキャンプ。躍動したのはプロ2年目の19歳、井上朋也。この日は三塁打を放つなど2本の長打を放ち4打点。持ち味のバッティングを披露すると、さらに翌日には、レフトに綺麗なアーチを描くホームラン。王会長も思わず立ち上がるバッティングでしたが、本人は必死に食らいついて結果を出すという気持ちでやっていけたらなとは思ってます。また投手陣ではプロ6年目の田中正義が好投。力を抜いたようなフォームなんですが、ストレートは最速152キロをマーク。変化球の切れ味も抜群で、打者6人に対し許したヒットは1本、2つの三振を奪う好投を見せました。どんどん状態上げていって、なんとか6人に入れるように頑張っていきたいと思います。一方、新型コロナウイルス感染の影響で出遅れていたリチャードが宮崎キャンプに合流。練習後にはいきなり志願の特打ち。全てホームランを狙ったと話すリチャードは、114スイングで36本の柵越え。パワー全開のバッティングには、ある人からのアドバイスが。まあ、筑後で柳田さんとやってる時期があって、今しかないと思って聞いてみて、角度とかバットの出し方ですね、教えてもらったことを取り組んでる感じです。そして昨日、あいにくの雨となった第3クール最終日、ブルペンでは主力投手たちが勢ぞろいです。石川、さらに東浜、開幕ローテーション入りが有力なピッチャーが熱のこもったピッチングを見せる中、開幕投手大本命千賀はお化けフォークに次ぐ新たな武器、シンカー系のボールを交えながらの投球。そこに現れた松田、千賀の変化球に続いて打席に立った柳田は、出だしは、出だしはまっすぐ。初めて見たのを見たけ、ちょっと速い人のまっすぐの垂れたみたいな。バッター目線からの球の軌道も入念にチェックしながら91球を投げ込みました。一方、室内練習場では初日から精力的に指導を行う王会長が、この日も朝から若手に身振り手振りを交えて熱血指導。気になるその評価は。選手たちもね、本番モードっていうかな、そういうのに入ってきて、かなり投げる方も打つ方も切れ味っていうかな、そういうのが出てきましたからね。まあ、一番まあ目立ってるのは井上ですかね。結果も出してますし、体が頑丈のせいかね、なんか練習量も多いですしね、去年よりは一軍での期待ができるだろうと、そういうように思ってますけどね。チーム内の選手たちの競争は激しくなると思うんでね、我々の立場としては大変楽しみにしてます。